何話す？っていうかこのまずこの三浦最高でしょ。ここですよ。見てくださいこれ。これやはり城ヶ島大橋で、向こうが城ヶ島ですね。あのオレンジ色の屋根が旧遊びヶ崎リゾートですね。昔はよくそこでバーベキューとかね、あの納涼会とかやってたんだけど、ここはもうあれだよね、週末夜とかも釣り人が、あそうだね、わーっと、まあ、今平日の午前中もね、何人かいますけど、来るんじゃないかなっていうところだけどね。釣りが好きな人はね、移住してきた方がいいよ。俺ここに、これですよ。これですから。最高。これですよ。もうすごいね、これね。すごいですよ。何か何なんかテーマ。テーマないとまたこれお蔵入りになっちゃうんじゃないの。テーマはまあ、だからこの港町というかね、海がある生活いいよねってことよ。神奈川県で言ったらそんなに少ないよね。ないんじゃない、うん、まあ、あっちのね、平塚とか湘南の方の海もあるけどね、そういう海とちょっと違うんですよ、うん、あのこっちはそういう海とね、うん、浜辺じゃないんだよ。浜辺はあの三浦海岸行けば浜辺なんですけど、漁港ですから、うん、気持ちいいねこれ。なんか気持ちいい動画ですこれは。三浦に来たらここも立ち寄ってくださいってことはね、花暮れの岩壁ですねこれ今ね。こうやってほんと景色をいっぱい映した方がいいですよこれは。ほんとにすごいもんね。これですよ。ピーカンの城ヶ島大橋ね、あの無料になりましたしね。そうだよ、好きなだけ行けますよあっちに。あれしようじゃ、あのさっきホリエモンがあの味の素は体に悪いのかっていう話してたから見てください。味の素について。添加物ってこと？うん、味の素。味の素だから添加物だよね、うん、まあ、悪いか悪くないって言ったら悪いんじゃないの。まあ、大量に摂取したら良くないよな、何事もな、どの調味料でも何でも。ビーガンの話で したけどさ、許容だよね、どこまで許容をするか。そうだね。だってもうこの日本に住んでたら無理だから、あの一切取らないって。もうスーパーで売ってるなんか天然なんちゃらっていうやつにも入ってますからね。気にしてもしょうがないっていうのもあるけどね、かといって気にしなさすぎもあるだなっていうところだからね。だからこれがね、ちょっともうバランスがね、心のあれとあのプラセボノセボの問題がすごい非常にあの関係してまして、やっぱ気にしすぎてるとやっぱいろいろ調べて気に しすぎてる人が取った時の方が体にダメージがあるっていうね、これが難しいところですよ。私ももう調べすぎて、でそれでやってた時ってやっぱこうそれを取った時に体の反応が出るんですよね、うん、悪いと思って食べてると。避けれるものは避けるけど、避けれないものを気にしてもしょうがないってことですね。もう口にしなきゃいけないものの、まあ、悪いところを見つけてもしょうがないっていうか、何でも言えますよね。環境で今ある自分の環境でなんかこう悪いとこしか言わないやついるじゃん、うん、それやってもしょうがないって話ですよ。いいとこ見つけた方がいい。我々はもうそういうスタイルですから、何事もねいいところを見つけると、うん、だからまあ味の素がなんちゃらとか言ってる時点でも味の素取った時に人より食らうって話ですよ。まあでも最近もう本当にコンビニのものはほぼ食わなくなったね。あ、これもあんま食わないかなコンビニのものは、うん、だって家でさ普通にこしらえたものって腐るもんねすぐね。そうで、あんな長持ちするってまあおかしいってことだよね。多分コンビニの飯ね、ここの日差しのとこにボンって弁当置いといても多分2日ぐらい腐らないんじゃない、うん、だからまあ本当に天然のものをねなるべく取ってね。これ今何時？10時ぐらい。今日1時半から練習だからね。だいぶもうすでに焼けてると思うんだけど、こっからまた行きますから、もう1段階。海洋レベルに。海洋レベルになる。海洋のこと分かるかどうか分かんないけど。ね、同じくホリエモンがね、またあの、パーソナルトレーナーのことを言ってたの見た。見てない、何？そのライザップの、うん、まあ、なんだっけな、まあ、人事っていうか採用、やっぱ50人ぐらいに1人しか取らないっていうのが、うん、
結局まあ俺が常々言ってることだけど、そのコミュ力しか見てないと、うん、だってそうじゃん、もうトレーナーってなんかライズアップ以外の人たちのことばかりしてたんだけど、その筋トレをできる人を集めちゃうからみたいな、うん、筋トレ好きの人けど全く筋トレしてなくてもそのコミュ力高い人を採用して筋トレをちょっと教えた方が早い、まあそうだね、まあ、それはもうオンズトレラも言ってるけど、ね、そうなんだ、うん、それはもうその知ってますよってことなんだけど、まあ、意外に盲点というかね、あの普通のそうだね、トレーニングの事業者っていうのはやっぱトレーニングのすごい人みたいなのを呼びがち、まあね、営業上がりの人が一番いいよ。営業上がりもうなんか営業で外回りやったことある人とかにちょろっと筋トレ教えればもうそれでいいっていう感じだよね。でもなんかあのアベマ TV であれだ誰だ安藤美希か、まあ、パーソナルトレーナーの資格作った方がいいとか言ってたけどね、それちょっとだけ見た、怪我とかどうの方のとか言ってたけど何も分かってないなってそういうんじゃないんだよ、そういうんじゃないんだ、怪我なんてだって我々だってしますからね、うん、別にまあ我々は資格持ってるけどね、各我々は持っちゃってるんですけど、怪我しても全然大丈夫です、はい、対応できます。まあそのいらんっていうにはやっぱ持っとかないとね、そうそうそう、一応持ってていらんってことですよ、ひがみーにゃになっちゃうから、うん、ひがみーにゃになっちゃうからそれ持ってなくてもいらんって言ったらね、そうね、ということで締めますか了解、真っ黒